皆さんこんにちは。ジャパンサイファイのロンメルです。パルパティンが滅んだスターウォーズの世界。しかし実は、もう一人、最強にして最強なラスボスが銀座にはまだ残っています。そう、帝国とキスアセンダンシーの気象、スローン大帝督。銀座のバランスを崩壊させてしまうと言われている脅威のヴィラン。なんとテレビドラマアソーカでも登場が確定していて、さらに新作スターウォーズ映画の悪役を担当すると噂されています。今日はドラマアソーカや新作スターウォーズに備えて、意外と良識な帝国将校であるスローン大帝督、そして謎に包まれた彼の種族の政治組織キスアセンダンシーについて徹底的に解説考察していきます。実はこの青い肌のスローン大帝督、海外ファンの間では超人気、超メジャーなキャラクターです。アニメ反乱者たちでラスボスとして登場している彼ですが、スピンオフ作品のみの登場に関わらず、ファンからは根強い人気を誇っています。その理由は敵を追い詰める悪役として危険すぎる希望。そして、他の無能と評価されがちな帝国将校の中でも、敵の芸術や文化などに興味を示す良識な人物だったからです。反乱者たちでもその様子がしっかりと描かれており、エズラたちを追い詰める最後の強敵として十分な活躍をしていました。つまりスローンは悪役らしい悪役なのではなく、鋭利で理知的で超有能な指揮官なのです。帝国の後継者と目されたスローン、被差別のエイリアン種でありながらこの地位まで上り詰めた彼の経歴について見ていきましょう。スローン大帝督、本名ミスローンヨルドはキスと呼ばれる種族。彼のことを知るためには、まずキス種族がどのようなものかを探る必要があります。謎に包まれたキス種族、彼らには人間種族と大きく違う文化や価値観が存在しました。青い肌に赤い瞳といった特徴的なそのエイリアン種族は、惑星シーラが氷の惑星で、そのミネラル分による作用であるとされています。未知領域という不安定な中域にあり、外からの未知の脅威に対処する過程で、キスは全体的に賢くなった種族と言えるでしょう。それを示すものがキスアセンダンシーという政治形態です。これはルーリングファミリーと呼ばれる9つの一族によって治める政治形態で、それぞれ統治、軍事、産業、通信などといったセクションを担当して政権を運営していました。しかしながら一族出身の人物のみならず、才能があると分かれば養子縁組によって、誰でも一族に取り込むシステムとなっており、一般市民でも出世のチャンスが大いにあると言えるでしょう。スローンもその一人で、生まれは一般市民でしたが、すぐさまその才覚はルーリングファミリーの目に留まるところとなり、序列第8のファミリー、ミスケの養子になりました。これだけにとどまらず、すぐさまファミリー序列第2のニョールド家の養子にもなり、2つの家が管轄していたキスの軍事外交部門を、スローンは若いうちから司るようになります。2つの家に認められるほど、小さな頃から有望視されてきたスローン。その訳はレジェンズ版に出てくる弟、ミクラス・サフィスの存在かもしれません。弟も兄に劣らず優秀でしたから、お互いの切磋琢磨がスローンの成長を著しく高めたと考えてもいいでしょう。次に解説するのは、そんな若き日のスローンです。ヤギンの戦いの27年前、銀座の基地領域ではクローン戦争直前であった頃、スローンは史上最年少でキスの防衛艦隊司令長官及び、行政官に就任することができました。そんな彼の前に早速問題が立ちはだかります。ちょうど勃発したクローン戦争を契機に、未知領域かつ中立であったキス連合は、銀河共和国へ参加するか否かを決めかねている時期でした。このため、アウターリムの調査も兼ねて、スローンは銀河共和国に派遣されることになります。共和国の腐敗を目の当たりにしたスローンは同盟を拒否するよう本国に要請しますが、ジェダイのアナキン・スカイウォーカーに会う機会があり、彼の能力の高さ、そして中に秘めたる狡猾さに対して高評価しています。一方アナキンも、若き日のスローンのことを素晴らしいと思ったのか、パルパティンへ彼について報告するぐらいでした。そして共和国はスローンの見立て通り崩れ去り、銀河帝国が誕生します。
このためチス政府は、今度は刷新された帝国を新しい同盟先とするかの岐路に立たされることになりました。スローンはそれを確かめるため、今度は施設ではなく内部潜入という形で調査を進めることにします。帝国が頼りになれば同盟、さもなくば弱体化させ内部崩壊を狙う算段だったようです。まずはスローン自身、未知領域ワイルドスペースにあるジャングル惑星に追放されます。レジェンズ版にてその罪状は、専守防衛にもかかわらず領域侵入してきた共和国の船を攻撃した罪となっています。しかしこの追放は見せかけで、早速スローンはジャングル惑星にて帝国の目を引く活動を行っていきます。そしてようやく聞きつけた帝国のデストロイヤーがジャングル惑星にやってくることになりました。スローンはそれに対しゲリラ戦を展開したり、ストームトルーパーに偽装して撹乱したりといった活動を行い対抗しました。ついにスローンは帝国に降伏し捕らえられますが、艦長であったボスパークは彼の戦術眼を評価し、皇帝パルパティーンにスローンを会わせたいと考えるまでになりました。こうして直接パルパティーンに謁見したスローン、当初はボスパークから皇帝への贈り物として進呈される形になりましたが、そこでスローンは自身がただの贈り物ではなく帝国の資産になることをプレゼンテーションします。そう、ここからスローンは帝国の階段を登っていくのです。スローンはキスがいる未知領域の可能性、全銀河の防衛体制の構築を皇帝に提案しました。帝国での役職がないほどエイリアン種を嫌っているパルパティーンでしたが、かつてのアナキンから存在を聞いていたこともあり、たちまちスローンのことを気に入ったといいます。皇帝のお墨付きを得たスローンは士官候補生として抜擢され、3ヶ月のアカデミーでの教練の後中尉からのスタートを約束されました。一般的に将校は少尉スタートなので、その大抜擢の凄さがわかるかと思います。そのため他の候補生からのいじめにあっていたようでしたが、得意の策略を活かしながら友人のイーライバンと共にそれを乗り越え卒業できました。御三機クルーザーのクルーからのスタートでしたが、瞬く間に功績が認められたい、アーキテンス級の副艦長になりました。その後もエイリアンに対する上官からの差別に行くたび出会いますが、ユラーレン提督といった重鎮と関係を深めることで自身のコネを増やしていきました。後にユラーレン提督はスローンの信任厚い部下になっています。この過程で行われたアンバラでの反乱行為の鎮圧任務、その際、アンバラ人のことを深く知るべく文化や芸術を研究することになりました。ここでそのレベルの高さに見入ったスローンは、以後他惑星の芸術や文化に興味を持ち、関連する品々をコレクションする趣味を持つようになっていったのです。そしてついに、バトン中域での反乱者ナイトスワンを討伐したことに対する功績で、大帝督に任官されました。12人までという規定の大帝督のポジションに、新しく13人目が加えられたのです。わざわざ13番目を作ったのは理由があり、スローンがエイリアンであったため、人間中心の帝国としてはその存在を公に知られたくなかったからだと言います。差別ゆえの結果でしたが、おかげでスローンの存在はあまり認知されなくなり、帝国崩壊後、新共和国に目をつけられることなく活躍できる手助けとなっていったのです。規格外のエイリアンの大帝督に、規格外のナンバリング、ここまで来ればスローンのヤバさがわかるはずです。新共和国からは不可視の、規格外の脅威、それこそがスローン大帝督なのです。さて、次はエピソード3からエピソード4の間、アニメ反乱者たちで描かれたスローンの活躍を見ていきましょう。反乱者たちでは、スローンがその有能さを存分に発揮していきます。大帝督に就任した直後のスローンは、ロザルの総督プライスの要請のもと、ターキン総督から反乱分子がいるロザルに行くよう命じられます。早速スローンは、元共和国のスターファイター強奪をあえて見逃し、彼らの本拠地をあぶり出す作戦を取ります。また彼ら反乱者の団結を崩すため、彼らの弱みを握ることも怠りませんでした。惑星ライロスにあったヘラの大切にしていた像カリコリを使って反乱者たちをおびき出したり、帝国軍の兵器工場でわざと兵器に細工をしていた反乱側の作業員に、使
作った兵器を地震でテストをさせることによって反乱行為を撲滅したりしています。また頭脳のみならず、2体のダークトルーパー相手に自身の格闘術を披露していたことも印象的ですね。さらに帝国を悩ませていた内通者フルクラムをエージェントカラスであると見抜き、反乱者の本拠地が惑星アトロンであることを突き止めました。こうしてアトロンにて出撃準備を整えている反乱者の艦隊に奇襲を仕掛け、コマンダー佐藤を戦死させるほどの大打撃を与えることに成功します。そしてアトロンの地上戦で反乱者たちをあと一歩のところまで追い詰めました。ヘラを捕虜にした際、救出に向かった部隊によってタイディフェンダー計画は頓挫しますが、強敵だったジェダイ、ケイナンをついに倒します。そして最後のロザルでの決戦、ドームを攻撃してきた反乱者をデストロイヤーで返り討ちにし、エズラを追い詰めますが、突如として惑星に襲来した生物パーギルによってエズラともども行方不明になり、反乱者たちは終わります。反乱者たちでスローンはこのように誰かの弱みを手玉に取り、自由自在に戦場を操ることができました。こうした活躍を見ると、スローンの有能さは明確なものであったと言えるでしょう。アニメ反乱者たちでは数々の出し抜かれる帝国士官を見てきましたが、その中でもスローンは反乱者の次の行動を予測し、的確に追い詰めていくのがわかりました。その強さの理由として一番に挙げられるのは、敵を侮ることなく深く知ろうとする姿勢にあると思います。敵を倒すには敵を知るべし、単に戦術だけではなく歴史も知るべきだ。哲学や芸術も、捉えたヘラに対してスローンが言ったこの一言から彼の性格が伺い知れるでしょう。そしてその部分に関しては、相手を尊重する姿勢を見せることもしばしばあり、芸術を破壊しようとする部下、スレイビンの胸ぐらをつかむなど激しい怒りを見せることもありました。そんな部下や艦隊を柔軟に扱えるのもスローンの強さでしょう。アトロンの戦いではインタージッターを艦隊に組み込み、惑星を封鎖する徹底ぶり。部下のコンスタンチンの独断専行がなければ確実に反乱者は逃げることすら叶わず全滅していたでしょう。さらに嗅覚に優れるノーグリ種族のルクを部下にするなど、人間だけに偏らないエイリアン種であれ能力に応じた人材を起用したりもしています。またスローンは大帝国という階級にもかかわらず前線に自ら赴き指揮を取る武人の面を見せていました。アトロンの地上戦でも地上に降り立って直接指揮を取っています。自身の格闘技術も確かで、スパイのエージェントカラスとの殴り合いの一戦も彼が帝国アカデミー典型の格闘戦術と見抜いた上で打ち負かしています。一般的な帝国は戦場一つ、戦術面で四苦八苦して無能の烙印を押される人物が多い中、スローン大帝国は複数の戦場を渡り、敵の特性を徹底的に把握し、有能ムーブで立ち回っていると言えるでしょう。これこそがスローン大帝国がパルパティーンに次ぐ強大な敵である理由です。戦死したかに思えたスローンでしたが、新作アソーカにて生存が示唆されています。エズラも生きている可能性も出てきたわけですね。レジェンズ版では帝国崩壊後、エンドアの戦いに不参加だったスローンはすぐさま帝国を立て直し、再び新共和国を劣勢に追い込む存在として登場しますが、ここでは割愛します。しかしながら頭脳と戦闘術、さらには帝国の中でも良識であるということも十分な強さ、カリスマになっており、アソーカのようにライトセーバーを使えないとはいえ、強敵となることは間違いないと思います。ジェダイの道を捨てたアソーカはどうやって、彼と渡り合うことになるのか、期待です。スローン対アソーカでは、アソーカは非常に分が悪いのは間違いないですね。アソーカは今までジェダイであり、剣士であり戦士でした。しかしリーダーとしては、クローンウォーズ最後に部下たちから認められたとしても、経験はスローンに比べて心もとないでしょう。スローンは自らの全ての手駒、そして敵を知り尽くした上で、最適な手段でアソーカや新共和国を潰しに来るはずです。さらにスローン大帝国に応じてチス星系のチスアセンダンシーが一挙に未知領域からスターウォーズ銀河に攻めてくるというシナリオも考えられます。秘密主義で強大な戦力を持っているとされるチスアセンダンシーにスローンの頭脳が加わると、
それはもうアソーカのライトセーバーが何本あっても足りないでしょう。おそらくアソーカだけではスローンを倒すことはできず、海外でも噂されているビローニバースに登場するマンダロリアン、ルーク、アソーカ、反乱者たち全員の力を借りて倒す必要が出てきそうです。スローンはレジェンズの小説帝国の後継者や反乱者たちで大きな人気を博しているので、アソーカのドラマや映画一本だけでなくなるヴィランだとは考えにくく、今後複数のドラマや複数の映画にわたり作品を代表する強大なヴィランになってくれるはずです。いかがでしたか？スローンは大帝徳という名前にたがわない人物であったことがわかります。大帝徳になる過程で帝国内での差別を経験したスローンだからこそ、帝国内でも良識な考えを持つに至り、才覚も相まって後の帝国軍をまとめ上げる存在になれたのだと思います。マンダロリアンシーズン3に出てくる元帝国将校も、スローン大帝徳がお戻りになれば我々の軍事力は再び盛り返すとまで言っています。スローンがどう帝国を盛り返すのか、アソーカ本編ではどのような強敵となるのか、楽しみですね。最後までご視聴ありがとうございました。